Aメドでは2021年10月に社会競争の取り組みを推進する部署を設置しました。本号では社会競争の1丁目1番地の取り組みである研究への患者・市民参画について Aメドにおける調査などにてご尽力をいただいた有識者の皆様との座談会を企画いたしました。とても素晴らしい部署創生だと思いますけども、実態は作ることよりも何やるかが大事なので、そちらにこれからは傾注していただければと思いますけど、恒常的に検討できる場っていうのを調査だけじゃなくて、残してほしいなと思っていたので、その2つの面から非常に歓迎をしています。これまでの関わってきた人たちがやっぱりコツ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 道開いてきてくださったんだなとすごく分かって、なんか嬉しいですね。期待をしていただくっていう一つの窓口になるんじゃないかなと思いますので、そこはすごく大事な一歩だなと。国民の安全・安心を確保しつつ、国民の理解・信頼を得ながら医療研究開発を進めるために、また社会の真のニーズに基づく社会との調和が図られた研究開発の実施と成果の創出を目指すために、今後も研究への患者・市民参画をはじめとする社会競争の取り組みを積極的に推進してまいります。